はい、どうも、トワイスです。今回もバイオハザード4やっていきたいと思います。まあ、早速ですけどね、なんか一つぐらい改造したいですよね。マグナム、ショットガン。まあ、弾数はちょっと、また、後で改造するとして、威力の方何を上げていこうかなと迷うんですが、まあ、マグナムもすぐ使わないとはいえ、やっぱりこういうのも上げていきたいですし、ライフルもね、この先多分よく使っていくことになるでしょうから、これやっていきたいところではあるんですけれども。ライフルかな?あえて装填速度の方かな?これは。やっぱり、このライフル、かっこいいですけど、装填が遅いですからね。まあいいや。威力の。じゃあ、進んでいきましょう。ちょっとこの HP じゃ不安だけど。卵と緑ハーブとか使う?まあ一個ずつぐらい使ったってね、バチは当たらないでしょう。じゃあ行きましょう。Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Hi, Hunnigan とちょっと連絡がつかなくなっちまったということですね。さて、どうしていきましょうか。とりあえず回復アイテムは、私としては2つかな。ハーブ緑と3つ合成したやつ。この状態でどう進んでいこうかというところなんですけども、まあアイテム回収からですね、まずは。ここにまず1つだろう。で、ここに、何やら剣が。じゃあまずこれを手に入れておいての、さあ上がっていこう。どうせいるんだろう。ほらね、くらえ。近いね、下からも来たね。くらえ。さすがに一発で倒せねえか。きついね。さあ、どっちからどう来るかっていう。ああ、二手に分かれてきたか。仕方ねえ。ちょっとこっちのやつらは燃やそう。おい。痛えな。そんでちょっとこっちに特攻していきましょうか。なんかいるけど。なんでここで溜まってるんだ、お前は。まかり通るよ。で、こっちからと思ったけど、なんでお前いんの。よし、さっきのやつら燃えてくれたかな。こっちから来てるか。一人回っては来てないな。いいや、使っていくよ。ここも金じゃない。何を言っているんだ私は。なんかいる。ほら、まあ回りながらショットガンで安全にやっていこう。3人でこいつが起き上がるから飛ばしといて、こっちか。ああもう2人追加されたか。あと3発でなんとか仕留めたいところ。なんでそうやって回ってこようとするかな。意地悪だな。ああ、よいしょ。なんで外してる、なんで外してる俺。あと1体か。蹴る。よし、倒したと思ったんだがな今。さすがにそう甘くないらしい。とあとは下の赤いのだけか。 OK。
よし、とりあえずこれで一安心というか、なんというか。はい、回復アイテムが一つ減った。減ってないか、増えた。とりあえず上のアイテム回収をしていきましょうか。で、黄金の宝剣を取り、白銀の宝剣を使う。はい。で、下のやつはこっちからちょっかいを出す前は襲ってきたりはしないので、よし、どうしようかな。アシュリーはこの辺に待機させておくか。で、早速威力を上げたライフルのお出ましだ。あー、この辺かな。そう、あいつは覚醒するんですよ。さようなら。Follow me. そんなところでしゃがむとかアングル的に危なかったね、今のは。さ、はい、さあこれで次に進めるぞ。どんどん進んでいきましょうね。ちょっとなんか遅れ気味な気がするんですよ、パート17かな。で、ここまでっていうのは、まあカット少々の倍速はあまり使わないで、やっぱりこんぐらいのスピードなのかなとは思いますがね。リオン、ルイス、I've got something for you guys. What? Oh shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right?Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. はい。まあ、ルイスは薬を取りに戻るということなんですが、私たちは進んでいかなければならないようです。まあ、ルイスなら問題ないでしょう。一人でここまで生き延びてるんですからね。開かない。鍵がかかっている。ということは、あからさまにあるこっちの扉から行かなきゃいけないわけですな。どうしようかな。開幕ライフルとかいいんじゃない?いや、こんにちは。さあ、どっかからどう来るかな。ここの敵は、こことかもうほとんど覚えてないんですがね。見えた。ごめんな、シュリー。ちょっと後ろか、もうちょっと前、もうちょっと前かな。あー、いいですね。ざま。じゃあちょっとここで待たせておいての。どうせいるんだろう、中にも。見えたね。ショットガンかな、この距離だと。いや、ごきげんよう。これは困る。お、なんだ、戻っていたのか。いやー、戻っていくとは思わなかったな。どっちからどう来るんだ。
じゃあまあ多分ちょっとこの向こうから来ないことを祈りつつ。よし、いない。こっから見えないか。あ、見えますね。アホか。おりゃ。なんか声がする。おい、出てくるのか出てこないのかどっちかにしろよ。ここで襲ってこないとか。くそ、舐めよ。言えなかった。舐めやがって。Follow me. ライフルの弾、ありがたいですね。おい、そっちから来たか。じゃあどうしましょうね。アシュリーここに待機させててもいいんだけどな。でも後ろから来たら困るしな。ショットガンリロードしたくないな。でも多分必要になるだろうな。マジっすか。そんなことしちゃう。この距離なら小石榴弾か。とよし、問題ない。まさか盾持ちが2体も来るとは思わなかったな。ここは特に何かあるわけじゃないと信じたいけれども、そんなことはないんだろう。きっと多分この宝箱を取ったら何か出てくるんだろう。分かってるよ。どうしようかな。アシュリーをここに待機させとくのもな。いや、連れて歩くしかないか。まだ来ない。よし、心の準備をしておこう。多分来るだろう。はい、来たね。たくさん来たね。オッケー、じゃあ正々堂々と勝負だ。正々堂々とは言ったけど、爆発物を使わないとは言っていない。やあ、ハンドガンでいいだろう。これは覚醒さえしなければ。オッケー、いないね。こういう時のために手榴弾は取っておくべきですね。もう手榴弾ないけど仕方ないか。よっ、さすがにもういないだろう。いないでいてくれ。よし、どうしようかな。進みましょうか。お？これは思いっきり城の中に入りましたね。To wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with a prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my, we've got a feisty one.If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid.
You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. はい、というわけで城の主が出てきましたね。で、この先に進むにはこのくぼみをね、埋めなきゃいけないと。というわけで、今回はどうしようかな。こっから先は壺なんですよね。樽じゃなくて。まあ、樽も出てきますが。どうしよう。まあ、今回もアイテム回収をして終わりにしましょう。はい。なんかあったかな？ここ確か、なんかあった気がするんだ。この辺。あった。はい、一発。仮面の宝石紫。仮面がないのに宝石が手に入ったよ。これぐらいかな？ OK。じゃあセーブしましょう。さあ、チャプター3になりましたね。では、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。